はい、こんにちは。えっ、ー、と、2020年の10月号ですね。こちら、赤い表紙のこれになりますね。で、今回は学生部が、えっ、ー、と、皇室の昇級試験が入っております。ここね。で、11月15日が締め切りということですので、うちのポストに最終的には10月の末日ということでお願いします。 そして、じゃあこれをね、書いていきましょう。ですね。まず5、6年生からいきます。で、必ずこうやって、初めに寄っとくといいかな。うん。で、行なので、やっぱずれやすいんですよね。毎、まあ、回言ってますけど、必ず隣に置いてください。で、書く内容を見るために置くんじゃないんですよ。そうではなくて、えー、っと、大きさだったりとかね。と、線の、 どういう線の質をしてるかなっていうところをチェックしたいのでその辺を見るようにしましょう私は真ん中に中心線を引いていますが本当の,あの聖書用紙にはねこの中心線はないのでいつもそれは意識しながらっていうところでやっていきます練習の時にはこういった中心線のあるものでやった方がいいかなっていうところです そしていつも言っているように鉛筆は少しちょっと丸い感じでねこうコロコロしながらこう丸く整えてから描き始めてくださいねこれすごいピンピンに見えますけどあのこれはねもともとが結構太い芯なんですよかなり太いですねなのでこのぐらいで56年生だったらいいかなっていうぐらいですね はい。ではいきます。まず新しいという。えっとここがこう揃うような状態がいいですね。で、時計を見てくださいね。こういうふうにちょっと左側、一番長いとこどこかなっていうふうに見ていきます。そうすると、1、2、3、4、5画目ですよね。5画目がぐっと飛び出していくような感じ。で、はじめにここ、空いてますね。こうやって空いてる時には必ずそこ合わせるようにしましょうね。えー、1画目、こうやって、 引いてスッと下に抜くようなこんな感じがいいですこうしてこう抜いたらギュッと突き上げるように太く短くここを短くしておくことですさっき長いのは五角目って言いましたよねそってことはここを短く太くしておいてトーンギュッと入れてスーッと抜いたらこの先ここが遠く長いってことは遠くからってことですからここからのスッ とで長さはこことここが揃うようなイメージでこんな感じで揃えていきます。でここがね次が短いですよね。ここあの差をしっかりつけてあげるような感じがいいです。この辺にこうしておいてでここのね1画目のこのラインにそうあの揃うような感じこういう風に揃うような感じでしっかり入れといてここ。で スーっと真ん中をつらんあのえっ、ー、と当分ですね半分にしといてトンっていうふうにしていきますよ。側川おのづくりですけどこれちょっとこう下がってくるようなイメージがいいです。これは上がるわけではなくてねこの横に並ぶんじゃなくて少し下がった感じ。そこからのこういうふうに入れ込んでいきます。でどん必ず払い切って で、引き返してきて、こうやって当てるようなイメージです。なんかこの辺であの止まっちゃうんじゃなくて、スッと払って引き返してくる。で、こういうラインで近いですよね。すごく近いんですよ、こういうところ。そして、作りなので、こういうところ、こうしっかりと出してください。ここが一番出っ張るところ。っていう風にして、えー、っと、ほら、あの、辺と作り合ったら、作りの方が結構広めに、 ね取るんだよっていうのはよく言いますけどこういうふうにスーって払ったところとかがほら真ん中の線よりもこう侵入しているようなそんなイメージでいいですよ。でそしてギュッとこういうところはしっかりめにこう入れておいてスッと払うような感じでちょっと長いかなっていうぐらいがいいですここちょっとこう落っこちてくるような感じで、ね、そうで新しいっていう字はねこういう感じであの取っていきますで。ここの部分を見てくださいしっ ととここうういうところに隙間を作りますどちらかに寄ってるとかではなくてうーんと両方ともね大事なんですよこの隙間がねからそこをね注意してくださいで新しくできたあのひらがながねこうやって連続してきますけどそういう部分っていうのはちょっと曲がったりしやすいしこういうところが難しいですよね。しーですね。く 一旦力スッと抜くような感じがいいかな、くとかはね。で、でとかもギュッと突き上げておいて折り返す。ねえ、木です。あで、こう書いた時に少しこう鉛筆同じところばっか使ってるとこうね、面がね、そこだけが削れてきて太くなりますので、ちょっとくるっとこう角度変えてあげてね。で、使ってください。で、木です。木、た、 ちょこちょこくるっと回してますよ。新しくできた、うん。U っていう字難しいですよね。これちょっと見てください。こうやって、えっと、3個パーツがあるような、そんな字形ですね。こういうふうにこれはちょっと上がってます。この1画目に対して、この横に並んでるようなこれなんですけど、ここの入り方、ちょっと上にあって、そこから下へこう、 なんて言うかな。横に払わないってことね。こう隣にぶつかっちゃうなっていうのをちょっと気をつけながらやってるような感じが伝わると思います。その辺をやってください。で、書き出しっていうのは、この結構真ん中あたり、こんな感じですねで。これね、少し下に下げてくるといいですよ。あんまり上がっていかないようにね、骨格んってね。で、ここからの、スーッと来たら、こう払った後、ここに来るわけです。こう。 こうに切って、こう。で、ここから横に行くとほら、ぶつかりますよね。これはだから横に行くじゃなくて、下に行くような、こういうラインです。で、次は、こういうふうに上がっていく。これも、こう上がりたいなっていう感じの気持ちを出しておいて。で、次、ここに、こうです。こうはふわっとさせておいて、一度力をスッと抜いたら、入れ替えといて、こんな感じです。うん。こういうふうにしておいて、 で、ここから、点は結構上の方でいいですよ。で、ここギュッと上がっといて、下にこう、斜めに下がっていくような。えっ、ー、と、5、6年生は、 5年生だったかな新庄書きましたね、先月ね。で、ここからの、こう、スって横にしといたら、そこからストーンっていうふうに、こう、乗せてあげるような感じがいいです。はい、次、円が難しいですね。これ、はい、えっ、ー、とね、これ幅の取り方に注意しましょう。うん、あ、これだとちょっと左すぎたかなっていうぐらい、もうちょっと、 ここれなぜかっていうとここの中心ラインを軸に考えてなのでこれだと結構太くなっちゃうかなとは思うんだけどでももうこうやって書いてしまったら消すっていうよりはこの状態であのやってみましょう少しね横に幅が広く出ちゃうかなって思いながらもあの、うん、消すっていうあの選択はねないですね あの、皇室の場合は消さないです。あ、え、<laughs> っていう風うに考えながらやってたら字を間違えましたね。えっと、これだと <laughs>、これ何書こうとした <laughs> これになっちゃうわ。もう、こうになったらこれアウトですね。はい。これはダメなので、書き直しということで、はい。ちょっと隣に書いときましょうか。ね、円です。スッとこうに来て、まずこの国構え。 あの構えねこの四角いこの字ですけどこれトントンってこれ上をこの中,中の土の一画目キュッと短くしておいてこちらが長く見えるようにしたいわけですから一画目ね必ず短めキュッと突き上げるっていうところでそこはしっかりやりましょう。でよく見るとこういうところの隙間とかうんしっかりとね 同じように開ければいいので、あんまり怖がらず、結構近づいた方がいいですよ。近づいて、近づいてって感じでやっていきます。で、ここです。真ん中のここ、縦のラインとここの縦のラインが揃うと綺麗に見えますね。こうしておいて、トーンからギュッっていう、こういうラインですね。そして、下、閉じます。もうギリギリな感じですけども、こういう字だと思ってください。目いっぱい使うような感じですね。はい。えー、で、地です。 1,2,3。こんな感じ。ここシュってあんま長くしないこと。ここからのすぐ近くでこういう風に来て、こう内側に入っていきますね。こういう風にね。で、ここキュッとしたら、 こんな感じ。あの、少し斜めのラインでいいです。まっすぐ下に引かなきゃっていうわけでもなく、こういうところに隙間をちゃんと作ってあげよう。だけど、ここにもぶつからないようにしてあげようっていうぐらいな感じで、あの、まあ、臨機応変にその辺をやります。で、スーッとこれの場合、斜めになった方がいいですよね。で、ここはふわっとこの辺させて、ちょっとカーブしてくるような、こんなラインが出ると、ここをやりやすいです。からの、ぐわーんって、ここから力が入っていくような。で、ここから、よいしょっと、 っていう感じで結構様子を見なががらら上上にすっってて小さく上がっていくくらいいいいででよその小さくっていうのは力が小さいわけじゃなくてあのここの長さが短あ,のあんまりそんな長く感じないですよね、うん、あんまりボーンってこう大きくこう跳ね上がった感じじゃないじゃないですか力加減としたらこう結構強いですよ強くてこう上に上がるんだけど長さ的には別にあるわけじゃないよねっていうところですこれ毛筆もそうですね はい2ですはいでそう U が2つありますけどこの角度とか難しいですよねは入り出しはこう中心に近いとこから横にこうやって引くようなイメージで次下にあんまり下がらない方がやりやすいと思いますどちらかというとふわっとさせといてこんな感じなんかねここの感じこういうラインが来ると下に持ってくる時持ってきやすいです。こうここうれもこのライン中心 うん、こんな感じでふわっとしといて下にこれストーンって持ってくるような、うん、初めは横に行くような感じでもしこちら側こちら側はちょっと下にこうやって行ってるなーっていう感じでこういう感じここの方向がね難しく感じるんだと思うんですがその辺よく見てください、えー、でねここの行は意外とゆったり下がね余りやすいぐらいな感じなので 詰めすぎると結構下がああ開,開きすぎちゃったなっていう感じになるのでそこ注意しましょうはいともという感じですギュッと上がっておいてスッとこれ横行ってこうしたらこちら下に飛び出さないようにしましょうねここねここからのストーンですこういうラインを持ってきてここ。 ここまではなんかまっすぐな感じだけど、横にスッてこちら抜,抜いていくような感じですね。はい。でここで土が、こうまずきといて、こうですよねで。この線の質っていうのはあの、もう何度も言ってますけど、こうグイーンって上がるような線質ですよね。新しいっていう字の2画目だったり、いろんなところで出てきますけど、これ覚えてください。で、トン、トン。 これはもう2つの組み合わせっていうことで真ん中に隙間が空くように。で、次は、1、2、3ですね。長さに差はあまり必要はないんですが、えっと、線の質の違いは必要です。この関数字の3を書くときのグイーンって上がるのと、ちょっとまっすぐだけど右上がり調子なのと、下にこういうふうに隙間ができるくらい、こう、ちょっと反ってるぐらいな感じのイメージ。そういう線質の、この違いを出してください。で、トーン。 あ、また診尿ですね。信用っていうのはここのね、あの点からの次の角、ここのスタートの位置を少しあの下げてあげる。隙間が結構ここに開くんだよっていうのを覚えておいてもらえれば。で、ストーンと落としてもらって、で、それでいいですね。で、いやー、こうやってつながりがわかるといいな。こう、ふわーっとさせておいてね、こういうとこね。で、 こちらで OK。そしたっとしたいんです。ここに隙間がしっかりできるようにしたいので、ふわっ、こんな感じ。ふわってして、なんかちょっとこうカーブして、ちょっとだけ下がってきたかなっていうニュアンスがあると、ここに隙間ってできやすいので、で、ここからの、はい、スッとこうまっすぐ持ってくるような感じね。ちょっと払,払ってるような感じです。で、入れ直して、ぎゅここ。 ギュッと入れてまたこう膨らんで中心にまた戻ってきてここでこういうふうに大きく跳ねるような感じですこっからので横で「も」もは結構あのふっくらした感じに書いてくださいこれはギュッとして。 縦のラインの時、こういう風にしっかり気質を出してくださいね。で、ここ、その気質、あの、ここの頭の部分ですね。頭の長さとここの隙間の長さって意外とこれ同じぐらいあるんですよ。だから、頭が大きくか、長く感じるのか、隙間が狭く感じるのかは、まあ、それぞれ違うと思うんですが、同じぐらい、あの、取るんだっていうところを思ってください。うんで、トントンできて、 1> 1 2 3こんな感じただねここの最後のここの3本目の線長さ出しすぎるとぶつかりやすかったりもするのであまり長さ必要ないかなと思いますそれよりも質,質が大事ですからねでがごめんなさいねこういうところのねちょっとね印刷の時先に消しとけばよかったんだけど毎回思うのよねそこいつも汚くて。 えっと、そして足です。口をまず書きますが、スッときて、キュッと短めにしておいて、こちらが少し出るかな、ぐらいな感じ、横。で、 ここの部分はあまり長くするとおかしくなってしまいますので結構短いんだっていう風に思ってくださいここの部分とここの部分同じように隙間があ空いている状態で次の角っていうのが上の方ですよねこれね結構上の方そしてこう横に来てここからノーストーンっていう風に回っていきますこれ ね、足をかっこよく描くには、まあ、そこのこの隙間とあとここも大事ですよ意外と下の方からこれやってしまう子も多いんですが結構上ですねっていうところ、うん、意外とこの足とかも毛筆でねやったね何年生だったかなこれも5年生だったかなうんそれがねこういう風に硬質に出てくると多分描けると思いますね何度もやってるのでね はい。運ぶという字です。これは、キュッと、どちらかと言ったら、こっち向きの線質、そこからの、ふわっとしといて、キュッと締めて、こう横、この,たあの角度に対して、こちらこの角度で持っていきます。で、キュッとこう上に上がって、これも、内側にね、締めていきますよ。こうね、キュッと締めて。で、トントン。 で、こちらは長さこれもあんまり出しすぎてしまうとぶつかりやすくなりますので、こうして。今回、診療が多いですね。これはぜひあのできるようにしないとダメですね。今回は昇級試験なので特にね。はい。あ、特急あたりにいる子ね、あの、頑張ってください。あの、一気にいけます。段までいけます。はい。B です。B、ます。 12ってやったらこういうふうにちょっとそってあのしなりが入ってくると綺麗ですねこういうとこもそうですねトントンストーンで丸性質大事ねぎゅって上がる短いのと最後のこちらのぎゅってこう長いような感じこれこういうかなりこういうふうな実形三角形っぽいですよねそれしっかり出してくださいはいえー、とそしたらこんな感じですね あ、またちょっと長くなっちゃいましたね、動画がね。ちょっと早送りしたりして、ちょっと確認してください。はい、では失礼します。